なんか鼻声がきつい。カシャカシャ、カシャリンカ。皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。本日は、芸能界の闇を話します。ん？何？青木さん、芸能界してんの？って思われる視聴者さん多いと思うんですよ。実は私2年ほど前にレギュラー番組2本持たさせていただいてました。で、1本が女子アナっぽいことをしてたんですね。で、その当時はチャンネル登録者さんが4000人とか5000人ぐらいの規模だったんで、今のこう16万6000人の視聴者さんはほとんど知らないんじゃないのかなって思うんで、その当時のお話をします。今回はどんな闇を話すかというと、干されたこと。私は実際にテレビの仕事で干されました。よく聞くじゃないですか。あのタレントさん最近テレビに出なくなったよね。それなんですけども、あそこまで大きいスケール感の話ではないです。私が出ていた番組はスカパーさんなんで、こういう地上波の番組のように、スポンサーさんがついてテレビを作るっていう感じではなくて、どっちかっていうと、スカパーはまあ月額制みたいな感じのプランで多分放送してると思うんですよ。主にその会員費から番組を作るんですね。じゃあどうやってその環境で私が干されるかというと、制作会社の、まあ、プロデューサーなりスタッフさんの機嫌ですよね。私はそこでいろいろと失敗をしたんで、まあ、このことを話します。今から話すことは、制作会社のスタッフさんが悪いっていうわけではなくて、もう私の失敗なんです。自業自得なんですよ。その当時は今みたいに事務所に入ってなくて、フリーランスだったんですね。要は個人事業主っていうこと？ん？そうか。フリー、そう。で、一人でこう行動してたわけです。なら、事務所のマネージャーさんがテレビ局の人と話したりとかではなくて、私とテレビ局が話すわけですよ。その時、そういう芸能界の知識とか全くなかったんで、もう言われることすべてが、あ、もう正しいんだと思って、もうイエスマンになってたんです。すごく可愛がっていただいたプロデューサーさんがいらっしゃるんですね。で、そのプロデューサーはもう今でも名だたるみんなが想像つくような番組を作ってこられている方で、私も、うわ、すごいな、みたいな、そういう目線でずっと見ちゃってたんですよ。本当にすごいから、いいんですけども、その方が話すことは、ああ、もう全部従った方がいい、間違いはないって思って私は常に行動してたんですね。多分皆さんのイメージだと、スカパーってちょっと安い感じの作りで、演者もそうでもないのかなっていう感じで思われると思うんですけども、名だたる大物の著名人の方が結構来る番組だったんですよ、スカパーの中では。私はここの番組行ったら、成功するストーリーなんだろうなみたいな感じでずっと描いてたんです。そのプロデューサーが言うことはもう全部従おうと。で、たまたまとある日に元男の子アイドルの方がいらっしゃったんですね。その方も結構元男の子界では有名な方で、私も知ってて、番組終了後にみんなでスタジオでこう立ち話みたいにしてて、プロデューサーが、青木お前アイドルグループ入ればいいじゃんみたいな、こういうグループ入って活動して、まあ、認知を広めた方がいいんじゃないのかと。あ、そうですねって。ただ私の中でそのアイドルグループにすごい引っかかりを感じてたんですね。まあ、それは、まあ、あまり言いたくないですけど、おかま売りをするアイドルグループだったんですね。今までそういう感じのキャラでもないし、そういうことをしたくないから、すごく抵抗感あって、最初は私濁したんですよ。そうですねって。私、向いてますかね？みたいな。そんなことを考えるより、やった方がいいよって。お前のためだよって、いろんな人生経験しときなさい。そうですかって。その時私、実はもう一個の番組やってて、そっちは、健全売りだったんですよ。元男の子をクリーンに売る番組で、ちょっと話をごっちゃになっちゃうんですけども、そのプロデューサーさんがいる番組が B として、もう一個の健全売りが A とします。A の番組に私は最初、入ってたんですよ。A の番組のスタジオの隣で B がやってたから、A の番組を私が出ている時に、B のそのプロデューサーさんがスタジオにいて、あ、あの子、いいな、みたいな。ちょっと A のスタッフさん、僕がやっている B の番組に青木を貸してくださいよと。そういう経緯があって私は、2個の番組をやらさせていただくことになったんです。契約とかそういう話ではないけども、大人のお付き合い上、義理を通さなきゃいけない。B の番組でいただいたアイドルグループに行くのであれば、最初に私を発掘して育ててくださった A の番組のスタッフさんに、ちゃんと一言義理を通さなきゃいけないんですよ。で、私は一応行ったんですね。そしたら、やっぱり A の番組さんは私のこのクリーンな売り方をやってくれてたから、かのんちゃん大丈夫って、ああいうおかま売りしていいのって。A の番組やってるから、かのんちゃんのこのイメージもあるだろうし、ちょっと心配かなって言われて、私はやらない方がいいと思うよって。で、私も、
そうですよね。うんうんうんって言ってたんです。で、数日後その A でした話を B のそのプロデューサーさんに持ち帰って、やっぱりいろいろ考えたんですけど、ちょっとそのアイドルグループはやりたくないんですよって言ったら、うん、カノンちゃんやった方がいいよ。やっぱり売れなきゃいけないから。で、また、こう、もやもやして、A のスタッフさんに、やんない方がいいですよねって言って、で、B のスタッフさんには、やった方がいいですよねで、こうやってたら、思いもよらない出来事が起きてしまって、私がやっているこの A の番組と B の番組は、同じスカパーの局内でやっているので、A の番組のスタッフさんが B の番組のスタッフに連絡したんですよ。ちょっと、青木、大丈夫ですかみたいな感じで。そっからですよ。B のスタッフさんがこんな中途半端な感じでやってるから A のスタッフからこっちに連絡来たんだよ。何それみたいな感じになってそこでまあ干されたっていうことですかね。でもね、はっきりと明確に干すっていう言葉はないんですよ。いきなり番組に呼ばれなくなるんです。だいたい1週間ぐらい前に放送スケジュールをディレクターさんから送られてくるんですよ。台本とか。あれって。なんで来ないの？毎週火曜日と木曜日にやる番組なのに、あれってなんか私出なくて他のアナウンサーの子を呼ばれてるみたいな。で、その番組の中で結構私は曜日当番が多くて出てた方なんですよ。他のアナウンサーの子だと週1とか、もしくは隔週に1回とか、だから月に3回とかぐらいの出番の子が大体だったんですけど、私は大体月に5、6回出てたんですよね、番組に。あれみたいな。もう不安しかない。やっぱり私の間に入ってくれる事務所のマネージャーさんみたいな存在がいなかったから、もう一対一じゃないですか。向こうも大きな組織ですよ。何にも言えないから不安で不安で、仕事がないし、これからどうしていこうかっていう感じになってしまって、まあ、結構病みましたね。実はまだこの話に続きがあるんですけども、その後私は番組に復帰するんです。どうやって復帰したかというと、アイドルやりまーす。で、私は実際にこういうアイドルやって、あのオカマで袴っていう歌とか、かまってちょうだいっていう歌をね、あの歌ってたんですけど、なんだっけ、どういう歌だっけ、オカマ袴。いやー、汗かいた。めっちゃ疲れる。
まあ、こんな感じのことをやってました。無事に番組復帰できたのはいいんですけども、またこの後に続きが実はあるんです。今度はアイドルグループでいろいろあって、私のこの優柔不断さが原因でいろいろしっちゃかめっちゃかになってしまったんですけども、それはまた後日の動画でお話しします。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、サブチャンネル、青吉の秘密箱もバシバシ更新しておりますので、ぜひ画面の下からフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。